だから多治見のね、元町の丘であれ、うちが住んでるとこであれ、西浦庭園であれ、どこであれ、この辺ね、考古学の先生に地下掘ってもらったらね、日本先住民アミシ民族の得た王朝、うちの先代は日枝のあれ、ね、先代アマテラスのことね、うちは第8代アマテラスのエミシラス、第7代アマテラスは日枝のあれ、日枝のあれも乙鈴木から送り込んだ、鹿児島からな、鹿児島県からね、当時はだからの薩摩の国の櫛、まだ坊津なんて名前はついてない。で、先住民王朝の首都、多治見になって発掘されるやろうな。もうずっと昔の事件、それ発掘してて、まあ、自分の遺跡って 気がつかずに、で、すっごい妨害受けて、まあ、西浦家から。そんなんバレたら困るからでしょ。天皇家からも妨害された。仕方がないから法律学んで、なんとか抵抗するしかない。よう分からんから政治から入ったけど、余計ひどくなった。本当は土を掘ったりするのっていうか、魔女やから、もともとね、まあ、土いじりは普通ですよ。そこまで掘らんでもって言ってて それは謎かもしらんけど 所詮その程度でさ、うちは本当はね。で、仕方ないから、もういろんなこともアマチュアレベルで言うから、ありとあらゆることに通用というか、ありとあらゆることに手を出して、いろいろまんべんなく、広く浅すぎたら困るけどって、本当にいろいろ学んで、アマチュアレベルでいいからって言ってくださったのが中山先生、親父さん、中山正明先生って、当時何の職業やったかな、大工さんやったかな。で、うちの援護をするために、まあ、劉家になって、で、漢王朝を中国で作って、秦、まあ、天皇家に送り込んで侵略してきた秦を倒してくれて、中山家がね、もともとこの辺の大工さんやったって、ずっと昔の事件な、そんなんもやっと思い出した。